こんにちは。はい、第8回沖縄方言講座、今日もよろしくお願いします。ゆたさるぶとにげさくら。ここはね、日が竜太も落ちということで上がらせてもらいました。わったやだね。久々に来たけどさ、全然変わってないね。やっさや。もう今日は早速行く？アリンクリン日賀龍太の沖縄方言講座。これさ、自分に喋りかけるのやめてもらって。これさ、前から思ってたけどさ。ちょっと待って。これさ、前から思ってたけどさ、アリンクリンの沖縄方言講座で一応タイトルやってるわけよ。たまに自分のにするさ。まあもちろん龍太しか言ってないんだけど。なんかお前が伝えたことあるっけ、沖縄方言講座。ないけど、それはもうアリンクリンのでいいさ。あ、二人、まあ、二人のやつってこと。いや、わかる。なんかちょこちょこ自分のものにするから、まあそうなんだけど。じゃあどっちがいい。アリンクリンのにしとこうかな、一応。そう。もうごめんな。普通に今キャラに入ってたからよ。え、気になって。喋りか、なんかキャラ、もう戻るよじゃん。戻っていいよ。入った。アリンクリンの沖縄方言講座。やーよ、各自インジトンド。やーよ、各自インジトンド。お前よ、顎出てるよ。お前よ、顎出てるよ。結構ね、沖縄では使いどころ、結構ある。例えば、まあ、彼女とドライブデートしてて、彼女が助手席乗ってて、運転してて、彼氏が。ねえ、見てー、あっちさ、観覧車あるわけー。運転手から見て、窓見ても、その観覧車が見えなくて、彼女の顎しか見えなかった時に使える。そんな出てるやついる？いやよ、各自インジトンド、ミーランシが。怒られないそれ。まあ、でも沖縄方言講座のいいところは、何言ってるかわからないところがいいんです。ああ。バレない。バレないんだよ。言っちゃダメなやつやし。それは。だから、なんて言ってるのって言っても、綺麗だよ。綺麗だよ。素敵だよって。なるほど。ありがとうございました。え？一つですか？あれ、前言ってなかった？一つでいいよって。絶対言ってないよ。俺言ったっけ？週一にするってことじゃなくて、週一にしよっかっていう話じゃなかったっけ。ごめん、勘違いしたかもしれん。じゃあ、ぬがらさんどう、ぬがらさんどう、逃がさないよ、逃がさないよ。以上、アリンクリンの沖縄方言講座でした。どんな顔してるかな。